シーナリンゴは日本のシンガーソングライター。有限会社クロネコ堂を所属。レコードレーベルは EMI レコーズ。2004年からはロックバンド東京事変のボーカリストとしても活動している。2009年平成20年度芸術戦勝新人賞受賞。2017年12月東京オリンピックの4式典総合プランニングチームに選出。 2000年11月に、やよし二と結婚。一難を設けるも2002年1月に離婚した。現在、事実婚状態にある夫は、映像ディレクターの小玉祐一。兄は、シンガーソングライターの新稲淳平。おじは、イラストレーター、ブックデザイナーの辰巳史郎。またその娘であるイラストレーターの藤森玲子とはいとこにあたる。埼玉生まれ、 静岡、福岡育ち。血液型は O 型。シーナリンゴとしてのプロフィール上は音楽活動を始めた福岡の出身となっている。生後間もなく先天性食道閉鎖症と診断されて手術を受けたが、この際に右の肩甲骨付近にメスを入れられた影響で左右のバランスが取れない障害が残り、後に始めたピアノとクラシックバレエを途中で、 残念せざるを得ない原因になったという。シーナリンゴという芸名は、高校生の時、ここでキスして、ギブス、アカネサスキロテラサレド、巨幻症などの作品を、初めてジャスラックへ著作者登録をする際に失明が必要となり、あくまで一時的なつもりで使用したのが始まり。なぜ、リンゴと命名したかについては、自身のバンド活動もドラマーから始まったということも、 あって、ビートルズのドラマーだったリンゴスターの名前を尺用したと語っている。また、名前が人の名前とは思えない、物体そのものを表すものだということについては、漫画家の吉田戦車のペンネームからの影響があると語っている。元々の由来は、子供の頃はかなりの恥ずかしがり屋で、学校で先生に刺されるとすぐほっぺたが真っ赤になってしまっていたから。歌詞に、 旧金遣いや旧字体を使用することから読書家だと思われることも多いが実はそうでもなく本人曰くよく読んでいるのは辞書とのこと近年では音楽番組に出演した際に歌詞のテロップが縦書きのシネマフォントで表示されていることが多いデビューからしばらくの間標榜していた新宿系については取材などで常に何系 と聞かれるのが、面倒くさいので口から出任せを言ったなどと答え、またその定義についても、本当は意味などなかったが何か理由づけしないと相手に、悪いと思って聞かれたことに対して一生懸命、答えたのだろうと明かしている。トレードマークだった左の口元のほくろについては、小学校時代に、女優の沢口安子やマドンナのように口元に、ほくろのある女性に憧れて、ペンで書いていたら、 本物になったという噂を本人が肯定しており、また2003年に手術で除去したもののその後再び近い場所に新しいホクロができてしまったとも語っている。デビュー当時からすでにシーナリンゴ名義で広瀬良子や友坂理恵に楽曲提供を行っている。東芝 EMI の制作ディレクターだった篠木正宏が九州エリアの宣伝マンの熱心な推薦とレコード会社内で マネジメントができるという理由によって契約を決め実績のある外部ディレクターに楽曲制作の現場を任せることにした。しかし作品の大幅な手直しが必要だとするディレクターとそれを断固として拒否するシーナが激しく対立しその体制は断念せざるを得なかった。作品に強烈な違和感を感じたシノキ自身もディレクターと同意見だったが 年配者に受け入れられなかった吉田拓郎などの前例を踏まえ、それまで経験したことがないほどの違和感は、大化けの予兆かもしれないとも思った。シーナの個性を生かすには、旧来のディレクションは無視して自由にやらせるしかないと考えたシノキは、アレンジャーとしてベーシストの亀田誠二を紹介して、すべてをその二人の作業に委ねた。2001年からの休業は、 一般的には3級だと思われていたが、実際は引退して家庭に入ろうとしていた。しかし契約や、その他もろもろの義務を果たすためにカバーアルバムを出したところ、周囲から音楽活動の継続を求められることになった。だが当人はそのままでは続けるモチベーションが見出せなかったため、バンド、東京事変を結成することにした。 未知の相手と仕事をすることである程度の縛りを自分に与えるためであった。その当時、海外リリースの話も来ていて、バージンレコードのレーベルにも呼ばれたが、自分自身はやめようと思っているのに、周りの人々が熱を帯びていく様子が、いたたまれなかったという。バージンのスタッフらは、彼女がやっていることをストレートに受け取ってくれたが、当時の日本の状況ではどんな曲を作っても、 深読みされたり意図しない方向に受け取られたりしたため、それらのことに疲れて果てたのがやめようと思っていた理由であった。2016年のリオデジャネイロオリンピック、パラリンピックにおいて、フラッグハンドオーバーセレモニーのクリエイティブスーパーバイザーと音楽監督を務める。2015年末に、電通の不保制作チームのクリエイティブスーパーバイザーで、ある、 佐々木博士から仕事を手伝ってほしいという話があり、まずは小玉祐一監督を推薦した。年を越す前に自身も佐々木の相談相手のような立場で参加することが決まり、それならば美希子や学べ態度も呼びたいとリクエストしてそれが認められた。しかし2016年の6月前後まで IOC との間でプロットのすり合わせが続き、 音楽監督としての仕事は初夏まで何もできていなかった。使用楽曲については、オリンピックの方では土壇場で、許可申請が却下されるなどした一方、パラリンピックの方では、ある程度自由に行うことができた。翌2017年12月、東京2020開会式、閉会式4式典総合プランニングチームに就任。ボーカリストとしてはロックンロールから、ジャズ、 ヒップホップまでこなすジャンルを問わない柔軟さを持ち、それ以外にもギターや鍵盤などの各種楽器の演奏や作編曲までこなすなど音楽家として高度な汎用性を誇る。J-POP よりも悪友や中西矢やのような職業作詞家たちが書いていた昭和の歌謡曲に慣れ親しんできたせいか、歌にはうまい下手などなくて、 歌になっているかなっていないかがあるだけなのではないかと思っている。作家としては、うざきりゅうどう、萩陽子夫ぎのコンビに憧れており、その二人の形を一人に役でこなすのが一生の夢だという。井上陽水、チューリップ、海援隊、海ンドラを見出した元 RKB 毎日放送の音楽プロデューサーの宮山実は、デビュー前のシーナの詩集を見て、その発想と着眼点。 展開が凡人とは異なると感じ、曲については作品の中にジャズやシャンソンなどを取り入れた同年代の若い作家にはあまり例を見ない発想があると評している。作曲について自身では自分は旋律と火星の関係性にこそ常に関心を持つべきだと思っている。アレンジが違っても成立するよう、例えばスーパーなどでかかる、 ミディ音源のインストのようにまっさらな状態で聴いた時にいかに光るものを書いておくかが自分にとっては大事だと思っているためビートや音色に触発されてサウンドの型から組み立てていくアプローチは極力しないようにしているデモを作る段階で編成のボリュームを決め込むためレコーディングでそれを生楽器に置き換えた時にそれぞれのプレイヤーからのプラスアルファによって 元の音数が減ることはあっても増えることはほとんどない。しかしあまり細かい部分まで決め込んでしまうと、プレイヤーの演奏を縛ってしまうので、デモの段階では最低限のものを渡している。とはいえ、皆フレーズやリフはデモのままやってくれることが多いという。作詞の際は、まず曲のイメージを損なわない英語で仮の歌詞を書いてからデモを作り、 その後でメロディと母音やシーンとの関係性で英語詞にするか日本語詞にするかを決める歌詞は思いつくのではなく後から当てはめていくという感じと述べているクラシック好きでジャズやポピュラーミュージックへの造形も深い父親と古い歌謡曲が好きでバレエ経験のある母親の間に生まれ音楽的環境に恵まれた家庭に育つ音楽的原体験は ドビュッシーのピアノ曲。バレエやピアノを習っていた影響で幼少期にはクラシック音楽を好んでいたが、ピアノ曲以外はあまり好きではなく、還元楽曲でもバレエ音楽ばかりを聴いていた。クラシック以外ではアストル・ピアソラやマイルス・デイビスを聴くことが多かった。歌のある曲にはほとんど興味がなかったが、父親の影響でザ・ピーナッツは好きだった。小学生の頃は、 映画、風の谷のナウシカの、サウンドトラックや母親の好きだった、逸話真由美、大田ひ美、ジュリエーエイコ、大塚博士堂、寺尾明、木杉隆夫、ペドロカプリシャス、長谷川清のような古い歌謡曲、そして父親の好きだった、渡辺貞夫や、ビリー・ジョエル及びニーナ・シモン、サラ・ボーン、エラ・フィッツ・ジェラルドなどの女性ジャズボーカリストを好んで、聴いていた。 中学生になると、兄の影響で、モータウンや、ソウルミュージック、R&B などのブラックミュージックに傾倒するようになり、方角を全く聞かなくなった。高校に進むと、ブランキー JET シティやエレファントカシマシをきっかけに、日本語の歌詞を受け入れて、再び方角も聞くようになり、洋楽では、レディオヘッドやビオークを聞いていた。セックスピストルズには、音よりも、ビデオなど、 映像の方で影響を受け、音として多く聴いていたのは、レッドホットチリペッパーズやレイジアゲンストザマシーン、パールジャムなど。高校を辞めた後は、感覚が昔に戻ったのか、改めてトットラングレンやレッドチェッペリン、ビートルズなどを聴き直していた。ボーカリストとしては、フェアグラウンドアトラクションのエディリーダーに憧れていたが、性質がまるで異なることを自覚していたので、 同様に好んで聞いていたジャニスヤンを目指すことにした。また、デビュー当時、和製アラニスモリセットとよく言われたが、本人としては、クランベリーズのドロレスを両断のイメージだった。1978年、埼玉県浦和市生まれ、先天性食道閉鎖症を抱えて生まれたため、生後すぐに、新宿区の慶応義塾大学病院まで搬送され、2日間に渡る大手術を受ける。 外資系石油会社に勤める父親の転勤により2歳の時、静岡県清水市に移り住み、約10年間を過ごす。4歳の時に祖母に頼んでピアノを始める。1990年、小学6年生の時に父親が福岡支店の勤務となり、福岡県福岡市沢楽区へ引っ越す。それから高校中退後のフリーター時代までの約7年間が、 福岡育ち。幼少時から10年以上ピアノとクラシックバレエを習っていたが、前日の通り生後間もなく、手術を受けた際に、体の左右均等に力が入らない、後遺症が残り、これが徐々に悪化したため断念したという。福岡市立百道中学校在学中に友人とバンドを結成して、学園祭などで何度か演奏するも解散。体育祭では、 女子の応援団長を務めていた。女優の山口さやかは中学の一学年下の後輩。福岡県立筑前高等学校に進学すると、軽音楽部に入部、いくつものバンドを掛け持ちして様々な楽器を担当する。軽音部のバンドはコピーバンドが多かったため、洋楽、邦楽問わず、コピーばかりを演奏していたが、次第に自分で曲を作るようになる。 そして学内だけでなく学外の友人ともバンドを組むようになり、ライブハウスでも演奏するようになる。1994年、高校1年生の時に、第19回ホリプロタレントスカウトキャラバン放課後の、決戦、カラオケバトルロイヤルに出場。1995年、高校2年生の時に、マーベラスマーブルというバンドで、第9回ティーンズミュージックフェスティバルに出場。 福岡地区で1位となり、全国大会に進出、奨励賞を受賞する。この時のティーンズ大賞、文部大臣奨励賞は愛子。同年が秋、RKB ラジオの家村博之ディレクターの推薦で、長崎歌謡祭に出場し、ファイナリストとなっている。高校では、学級委員を務め、成績も優秀だったが、 高校2年の3学期が終わると同時に高校を中退。ピザ屋や警備員などのバイトをしながらデモテープを作る日々を送る。1996年、フリー,イーター生活をしながらザ・フィフス・ミュージック・クエスト・ジャパンの福岡大会に再びバンドで出場するが大会関係者にソロ転候を進められて決勝の ミュージッククエストジャパンファイナルにはシーナリンゴとして出場、ここでキスしてを歌って優秀賞を獲得している。地方予選の段階でいくつかのレーベルから声がかかり、その中から東芝 EMI を選んで契約する。また、この大会で同じく優秀賞を受賞したアイコやグランプリを受賞した谷口隆史とは音楽活動やプライベートを通じて交流するようになる。 1997年の1月から3月までの間、知人のつてを頼り、イギリスで3ヶ月間ホームステイするが、その時に EMI 本部のスタッフと衝突。これを機に思い悩んだ末、日本でのデビューを決意して帰国する。スタジオアルバムその他のアルバムたアーティストの作品トリビュートアルバムオムニバスアルバムただし、カバーアルバム、歌して妙利。 それの一の収録曲は割愛東京事変のタイアップは東京事変タイアップ一覧を参照詳細名前が与えられているもの。絶輪ヘクトパスカルアルバム無罪モラトリアムレコーディングの際のバンド。ライブのバックバンドとしてもイベントなどに何度か出演している。絶叫ソルフェージュアルバム無罪モラトリアムレコーディングの際のバンド。桃色スパナアルバム 無罪モラトリアムレコーディングの際のバンド。893読みは、わちきさん。シングル、日本のカップリング、逆さに数えてやアルバム、日出所などのレコーディングの際のバンド。当大会平成25年上山町大会。ちょっとした、レコ発2014などのライブのバックバンドとしても、演奏している。37,564読みは、みなごろし。シングル、 日本やアルバム、日出所などのレコーディングの際のバンド、テレビ出演時などのバックバンドも務める。虐待グリコゲン全国ツアー、先行エクスタシーで結成。その後も、全国ツアー、下国上エクスタシー、単発公演、実演九州ザゼニエクスタシー、激上がるクオンタイズにも参加している。また、カバーアルバム、歌ひてみおり、それの一の、 カメパクトディスクのレコーディングにも参加している。天才プレパラート学園祭ツアー、学者エクスタシーで結成された。学園祭のため、全員アマチュアをコンセプトに、シーナーの知人のアマチュアミュージシャン3人がメンバーに選ばれた。極秘ライブ、巨栄ブランコにもこのバンドで参加している。また、このバンドメンバー全員が、ギブスのミュージックビデオに出演している。 初育ステータスライブハウスツアー、ゴキリズジャポンのために結成されたバンド。このバンドでは、シーナはギターではなくベースを演奏している。また、メンバー5人中3人がベースという構成となっており、5人中4人が女性である。東京事変全国ツアー、総六エクスタシーで結成されたバンド。シーナは2003年にソロ活動を休止し、2004年からバンドとして、 活動していくことを発表。同年9月、シングル、群青日よりでデビューした。詳細は、東京事変を参照。名前は、ツアー時の表記リンゴ博記念還元楽団2008年の、シーナリンゴリンゴ博08から10周年記念祭の演奏をした、バックバンド。総勢68名。ハウスバンド亀田誠治が主催した、ライブイベント。 カメの恩返しに出演した時のバンドメンバー。漫画ラマ2015年の夏フェスや台湾公演、シーナリンゴリンゴ白15水縁三尺体、ホールツアー、シーナリンゴと、キャツラが行く百鬼夜行2015、第66回 NHK 紅白歌合戦のバンドメンバー。リッミュージックより4作のアルバムとシングル集、絶頂集、10周年記念アルバム。 私と放電のバンド用楽譜が、椎ーナ本人の楽曲解説とステッカー付きで発売。どれミ楽譜出版社より発売。ヤマハミュージックメディアより、ピアノスコア発売。公式サイト公式アカウント関連サイト。ありがとうございます。